こちらはガートルードとアーノルド。この子豚はアーノルドよりは少し賢い。脳にニューラリンクチップが搭載されているからではなく、バスで来たから。マフィアの駐車場に1時間50ドルで車を置いた間抜けとは違う。この会議ではイーロン・マスクがマイクロチップを可愛い猿たちの脳に実際に埋め込む。近い将来、人間の脳にも埋め込まれる。アーノルド、鍵を使ってからかうのはやめなさい。だから言っただろう、バチが当たったんだ。どうしてイーロンがこんな間抜けを招待したのか理解できないな。科学的に言えば、ニューラリンクはとてもシンプルな装置だ。脳内のニューロンからコンピューターに電気信号を送るための電極に過ぎない。一方、技術的には驚くほど複雑だ。脳が非常に絡み合ったワイヤーの玉になっていて、それを故障させずに慎重に接続しなくてはいけない場合を想像してみるといい。へー、アーノルド、急げ。駐車料金を払わないとレッカー車が来てしまうぞ。チンパンジーからすぐに鍵を取り返すんだ。このままだと駐車料金のせいで月末までカップラーメンを食べて生活することになる。モンキースーツを着ればなんとかなるかも。私を信じるんだ。お尻の穴の匂いがするけど、たった5分の辛抱だ。さあやってみろ、必ずできる。おいおい、アーノルドをどこに連れていくんだ。彼を実験することができるのは私だけだ。イーロン、アーノルドに優しくしてくれ。だが私は一体誰と話しているんだ。私はこの間抜けの頭の中の声に過ぎない。アーノルドの脳は霊長類の脳とほぼ同じサイズだから、このチップはぴったりだ。ニューラリンクと Wi-Fi のおかげで、アーノルドは思考の力でデバイスの持ち主とコミュニケーションができるようになった。インターネットの速度が大幅に向上していることも後押ししている。アーノルド、集中するんだ。君ならできる。インターネットから猿の手話をダウンロードするんだ。間違いなく成功すると思ったけど、丸1日かかるとは思わなかったよ。ニューラリンクを使っても救いようのないアホだと思っていたけど、どうやらスイッチをオンにしてなかったみたいだ。全く救いようがないな。ガートルードが運転するバスに乗るんだ。君の、ゴールド、IQ テストを受けているのかい？そんなに張り切っていると、そのちっぽけな脳みそが破裂してしまうぞ。ああ、自分がもっと高い IQ を持っていると証明したいのかい？現実はちゃんと認めないと。それじゃあこうしよう。人の脳は栄養を送るともっと働くようになる。そのためにはもっと血液の循環を良くすればいい。アドレナリンを注射すれば心拍数は毎分220まで上昇する。コーヒーを40杯飲めば350まで上がる。では十分栄養を与えた結果を見てみよう。では心拍数を1秒間に30万回まで引き上げてみたらどうなるだろうか。この時の血液の速度はなんと音速の20倍だ。もちろん全ての臓器と血管はすぐに破裂する。君の心臓は二度と動くことはできないだろう。それじゃあサイボーグにしよう。心臓はモーターで動かして、血液はもっと粘り気のあるものに変える。今回は全てが違う。君はスーパーマンになったんだ。体内の活動は通常の数千倍まで加速したんだ。君は人生で一番生産的な時間を送れるようになる。会社を作れば Google よりも成功できるし、アインシュタインの重力の理論をさらに加速させて、人類の歴史を100年以上進めることができるかもしれない。ところが新陳代謝が加速しているせいで、いつもトイレに駆け込まなければいけなくなる。心配しなくても長くは続かない。この負荷に体が耐えられるのはせいぜい2時間だ。その後はバーン。ボロボロだな。たくさんの人を喜ばせたから、その価値はあったんじゃないか。おや、意識を失ってるみたいだね。まるで死んでいるみたいだけど、ちゃんと生きているんだ。
でも外からの刺激には反応できないんだ。だから例えば有名な K-POP の音楽を何年間も聴き続けても全く問題ないんだ。昏睡状態は数日だったり数十年続くこともあるんだ。エドワルド・オハラは15歳の時に昏睡状態になり42年間もそのままだったんだ。体験者によると昏睡の間にいろいろなことを体験するんだよ。長くて薄暗くて迷路のようなところをさまようような複雑な体験をするんだ。昏睡状態はグラスゴーのコーマスケールというものを使って判定され、15ポイントなら意識があり3ポイントなら脳死だとされるんだ。大変だ、生命維持装置を外そうとしてるよ。もう実験なんてさせないから目を覚ますんだ。ほら向こうに光が見える。頑張れ、あと少しだ。私が君のことを本当に心配する日が来るなんて想像もしていなかったよ。気分はどうだい？ん？何語を話しているのかな？昏睡状態から目覚めると母国語を忘れて外国語を話す人がいるんだけど、君もそのケースのようだね。土を食べるケースは、ああ、君が初めてだ。まったく変わってるね。再生数1000万回おめでとう。今日、彼は信じられないような実験に申し込んだ。どうやらイーロン・マスクは人間にテレパシーの能力を開発できるかどうかを調べたいようだ。心配するな、アーノルド。正解すれば釈放されるよ。それじゃあ何が映ってるのか当ててみなさい。不正解。じゃあこれは不正解だ。しっかりしろ。この実験は1950年代にアメリカで行われたんだ。その目的は冷戦を有利に進めるために兵士に超能力を身につけさせることだったんだ。対象者には LSD が投与された。 LSD は神経の活動をとても高めるんだ。アーノルド、しっかりしろ。ネズミの方が早く学んでるじゃないか。まあ確かにこいつは普通のネズミじゃない。こいつは脳にチップを搭載している。2013年、科学者たちは離れた場所からでも神経インパルスを伝達できる可能性を証明した。ネズミたちは別々の町にいたんだが、脳に埋め込まれた電極とインターネットで一緒に行動したんだ。どうやらイーロンは同時にいろいろな方法でテレパシーを開発しているようだ。アーノルド、待て。相手の考えが分かるということはいいことがたくさんあるんだ。でも警告しておく、相手の考えることが全部気に入るわけではないんだ。例えば恋愛なら、相手が本当に君のことを愛しているかどうかがすぐに分かる。動物の言葉だって理解できる。そして理想の相手を見つけることができる。だけどもし全ての人がお互いの心を読むことができるとしたらどうなると思う？嘘や偽りのない理想的な世界か？まあ違うだろうな。おいあんた、ひどい鼻だと思われても怒らないでくれよ。ほらな、これは大変なんだ。あ、なるほど、ダメだ。おや、なんだこれ。仮想現実と現実の区別は日に日に難しくなってる。ああ、デジャブだな。落ち着けよ、妄想癖のあるおバカさん。野良猫が餌を求めて家に侵入してきたり、周りの世界はシミュレーションなのかも。落ち着くんだ。それは目の錯覚だ。見る角度を変えれば全てが元のままだ。まあ結局君が見てるものは君の脳の想像の産物に過ぎないんだ。網膜から入った光はインパルスに変換されて視覚画像処理システムに情報を伝達するんだ。そこから信号は脳に伝わってようやくその姿が見えるのさ。そして、おいおい、なんだ、美人だな。うわぁ、またエラーか。それともマスマーケットで人気のあるトレンド？こういうシンクロニティは自分が正気を失っていると思わせるものなんだ。ああ、あの子、その通りだ。これは絶対に記録しておく必要があるな。
でもポケットから携帯を取り出すのはゆっくり慎重にだ。さもないと警察は君が武器に手を伸ばしてると思うかもしれない。これが錯覚の仕組みだ。君の脳幹毛様体が興奮する。おい、どこに行くんだこの臆病者。アーノルド、誰だこれは。それはやめた方がいいぞ。ダメだ、これはマトリックスじゃないんだぞ。やめるんだアーノルド。伝説の三部作の続編を作るようなものだ。このチャンネルは厳格にあって、しかも効果は300倍だ。アーノルドの脳がぐー。実際はこうだ。これは深刻な治療が必要だ。何なんだ、私も今エラーが出てるんだろうか。何が本当で何が嘘なのか、どうやって分ければいいんだ。え、マクドナルドをクビになった？落ち込まなくてもいい。どんな人にも才能ってあるんだ。例えば中国のこの彼は57分間瞬きをしなかったことでギネスブックに載ったんだ。あれ、どこ行ったんだアーノルド。え、記録を破るって一体どうやって。接着剤でまぶたをくっつけるだって。なんてこった、本当に危険だよ。瞬きは目に潤いを与えるために必要なんだよ。私たちの涙腺には抗体、リゾチーム、電解質が含まれているんだ。これがないと目は無防備になってしまうんだ。君が二度と読み書きができなくなるじゃないかと心配だよ。空気中の小さな粒子が目に入り始めて引っ掛け始める。瞬きをしない時間が長ければ長いほど瞬きをしたくなる。アーノルド、一つ秘密を教えよう。瞬きには別の機能がある。受け取った情報を共有して注意を新しくするんだ。つまり自分が興味のあるものを見ると瞬きしたくなくなるんだ。何かで気をそらしてみよう。古き良き白黒映画で十分だろうね。涙には3種類ある。反射、感情、ベイサルだ。君の目が乾燥しているから涙腺は水分の不足を補おうとしているんだ。いい映画だね。あ、まずい。まさか核爆発の映像が入ってるなんて。アーノルド、大丈夫かい。明るい光は目を傷つけ視力は悪化する。これは結膜炎の兆候だ。適切な治療が必要で自然には治らない。薬の注意書きをよく読むんだよ。プラス5の視力だと近いものを読むのがとても難しくなる。マイナス5の近視の場合は遠くにあるものを見るのに問題がある。やめてあげて、何も見えてないんだ。アーノルド、アーノルド、目を覚ますんだ。薬局のセキュリティに殴られて持ち物を全部なくしたんだね。こんなに汚い場所に長くはいたくないな。歩く元気もないのかい。アデノウイルス性結膜炎の症状とよく似ているようだ。網膜が裂けてウイルスが網膜を貫通した時に起こるんだ。アーノルド、起きるんだ。君は腫瘍と網膜剥離を発症して永遠に失明することになる。周りに光が見えるかい。ありがたい、誰かが救急車を呼んでくれたみたいだよ。今度はどうしたんだよアーノルド。幽霊じゃないよ、お医者さんだよ。止まりなさい。そのトウモロコシ畑は絵だから隠れられないよ。平均的な人間は3分の1を寝て過ごすんだ。寝ている間に体が回復する。鳥やイルカや爬虫類の仲間の中には10日間寝ないものもいるんだ。脳の半分が寝ているけどもう半分は起きているんだ。この時間を活用したアジアンアンディは一晩でなんと16,000ドルの寄付を集めたんだ。おい、外で大きな音がするぞ。一体彼らは誰なんだ。君の友達ってわけではないよな。おめでとうアーノルド。どうやら君はまた大きな実験に参加することになったようだ。ひどい場所だな。大学の寮みたいだけど、それよりひどいな。お、君はこの世界ではスーパーヒーローになれるようだ。どうやって情報を集めたんだろうね。これは何かの間違いだろう。一体何を期待してるんだ。おやおや、これは何だ。どうやら寝られないようだね。一日寝ないと頭が痛くなり、周りの音が気になるようになるんだ。記憶力も悪くなる。
平均的な人間は5日以上耐えられないと言われているんだ。さあこれからが本番だぞ。幻覚や幻聴が起こるようになるんだ。現在の世界記録は17歳のランディ・ガードナーで、彼は11日間寝ないで過ごしたんだ。だがその記録はロバート・マクドナルドの19日間によって破られたんだ。残念ながらこの結果はギネスの審査員に認められなかったんだ。この実験はきっと君の健康に大きな影響を与えるんだろうね。残っているのは君だけだ。ソビエトの伝説的な科学者が人々を集めて寝ないガスが充満した部屋に15日間閉じ込めたことがあるんだ。アーノルド、よく頑張ったね。家に帰って早く寝たい気持ちでいっぱいだろうね。一番近い町まではあと30日かかるからまだ寝られないね。ちょっとゲームをやりすぎなんじゃないか。さあベッドに入って寝よう。おやすみアーノルド。おやおや、どうやら一日中ゲームをやっていたようだね。あまりに興奮しすぎると良くないことが起こるんだ。例えば金縛りだ。レム睡眠というのは体が動けないような状態だ。金縛りになると脳は起きているんだけど筋肉は動かないから、見たり聞いたりできるんだけど体が動かないんだ。すると幻覚を見るようになるんだ。例えば君の隣に悪魔がいるとかね。まあ長くは続かないよ。怖がらなくても大丈夫だよアーノルド。暗闇が怖いのかい？世界の 10% の人は暗闇が怖いという暗闇恐怖症だと言われてるんだ。これは僕たちの祖先から遺伝的に受け継がれているものと言われているんだ。昔は夜行性の動物に食べられることを恐れていたからね。だから暗闇を見ると怖いことを想像するんだ。例えば窓の外に誰かがいるように見えたりするんだ。おいおい、世界で一番怖がりを決めるトーナメントがあったらきっと君は優勝だよ。恐怖というのは脳の扁桃体で作られるんだ。このわずか 1.5 センチの小さい袋で怖いという感情が生まれるんだ。ウルバッハビーテ病という病気で扁桃体が破壊されたことがあるんだ。すると恐怖を永遠に感じることができなくなったんだよ。まあ君には関係ない話だけどね。まったく君と来たら自分の影ですら怖がるんだから。わかったわかった、電気をつけよう。ほらここには誰もいないだろう。でも電気をつけっぱなしで寝るのはいいことじゃないんだ。睡眠中に生成されるメラトニンの量が抑制されて太ってしまうことがあるんだ。もし君がブクブクの体になりたくないんだったら答えは簡単だ。部屋を暗くして寝なさい。まあ部屋を暗くすると誰かがいるんじゃないかと思う気持ちはわかるよ。でもそれはただの気のせいだ。なんだ、なんでそんな顔してるんだアーノルド。子供たちが見てるんだぞ。勝手にスタイルを変えるんじゃない。何もかも台無しじゃないか。なるほど、人間は平均で1日7000語を話すことを知ってるかい。1年間沈黙した後君は一体何を。アーノルド、君のためには何でもする。アーノルド、おかしくなっちゃったのか。このステレオは150デシベル以上の出力があるんだ。鼓膜が破れるぞ。お前みたいな脳なしでも無理だって分かるはずだ。そうだ、全部だ。ステレオだけじゃなくて電話もラップトップも XBOX もおもちゃも全部持っていく。私に逆らえると思ったのか。こっちに来いマヌケ。俺でも食らえ恩知らずめ。やめろ、ステレオスイッチを入れるな。なんなんだアーノルド、今度そういうことをしたら生きたまま1000個に解剖されたらどうなるかという新しい動画を作るぞ。こんな感じで。さあ気を取り直して。1年も沈黙していると声の響きが激変するんだ。脳は聴覚を使って声を調整するから1年もすると耳はもう以前の自分の声を忘れているんだ。さらにそんなに長い沈黙の後で話すととても痛い。それから訓練しないと声帯は弱るし肺は空気不足ですぐ空っぽになってしまうんだ。様子が変だぞアーノルド、大丈夫か。
君は変わったな。覚えておくんだ。いつでも私に話す。ブドウ、ずいぶん楽しんだようだね。今頃きっと君の頭の中はこの汚れた部屋と同じようにめちゃくちゃだろう。え、何も覚えてないのかい？それは残念だな。昨日の君は本当にかっこよかったんだよ。まあ君もこれで初めてのアルコール中毒を経験したわけだ。おめでとう。アルコール中毒になるとね、嫌なことがたくさんあるんだよ。どうだい、仲良くしてみたら？まあそうだよな。でもこれがみんなが通る道ってやつなんだ。それにしても一生の思い出になるようなことだったのに本当に覚えてないのかい？あんなにすごい経験だったのにもったいないな。アルコール中毒っていうのは体に悪いだけじゃないんだよ。君の財布にとっても悪いんだ。実はね、昨日君はひどく酔っ払って店中の人に怒りまくってたんだよ。王様みたいだったよ。あとはその歯のことは覚えてるかい？ダメ、全然。酔っ払うとね、誰かで構わず喧嘩を売るようになっちゃうんだよ。まあそれでその報いを受けたってわけだ。救急箱のアスピリンを飲んだら気分が良くなるんじゃないか？おやおや、新しいのを買いに行かないといけないね。落ち込むなって。問題は頭の中だけだから。君の救世主はこの水だよ。君は脱水症状なんだ。だから体から失われた水分を補給するだけでいいんだよ。で、なんでお風呂に入るんだい？昨日はお酒を飲んだ後、君は全く水を飲まなかったからね。こんなに簡単に二日酔いが治せるんで驚いただろう。スピルバーグ監督の最新作、ジョーズの新作が登場。ねえ、救急車でも呼んでるのかい？ああ、お腹が空いたから美味しいピザが食べたかったのか。でも大切なことを忘れてるよ。二日酔いの息だ。これは肝臓の処理が終わった後で体の中に現れるエタノールが崩壊してできたものだ。この生成物に含まれる酢酸はひどい悪臭だ。アーノルド、残念だけどゆっくり寝ることなんてできないよ。アルコールを摂取すると小脳の機能が失われてしまうから眠くなくなるんだ。目を閉じると空間に関するデータを失ってしまうから小脳は大脳皮質に問題が起きたという信号を送るんだ。それでまるでぐるぐる回転してるように感じるんだ。そんな顔するなって。かわいそうな気持ちになってくるじゃないか。一ついいことを教えてあげよう。あったかいお茶を一杯飲むといい。それからふわふわの毛布をかけて大きな音を立てながら寝ればいいよ。まあその匂いじゃどんな王子もキスはしてくれないだろうけどね。これは契約書だ。そう、出演を決めておいたぞ。まあよく読まずにサインするんだろうな。その空っぽの頭の中を賃貸に出したら儲かるんじゃないか。いいアイディアだろう。その赤い頭の中はかなり広そうだな。私の古いバイクでも置かせてもらう。さて今回の役のために君は体重を3倍にしてもらう。俳優というのはできるだけ役に近づくために体重を増やしたり減らしたりすることが多いのさ。例えばクリスチャン・ベイルは2008年から2013年に9回減量した上に 30kg も体重を増やしたんだ。ポンドで言えば66ポンドだ。手っ取り早く体重を増やすには大量に食べるんだ。ドライフルーツとかナッツとかピーナッツバターサンドとかおやつもたくさん食べるんだ。それからデザートもだ。アーノルド、君には太る才能があるようだね。とても順調だぞ。そのうち主役にもなれるだろう。スターだよ。そう、これが今回の役だ。だから体重が必要だったのさ。がっかりするな。これも仕事だ。ちなみに交通費は自腹だ。家に歩いて帰るんだ。体重が増えた分、骨に負担がかかってるぞ。肥満度を計算してやろう。152センチ、93キロで、BMI は40以上だ。肥満度はレベル3だな。もし辛くなったら、ここに電話しろ。私の友人が君を特別な場所に連れて行ってくれるだろう。
ここならわずか数分で余分な脂肪が全部排出できるのぞ。よしよし、ああ元通りじゃないか。そうそう、ああその緩んだ皮を見れば二度とあんなに食べようなんて思わなくていいだろう。君から排出した脂肪だが、ブラックマーケットで化粧品会社に1キロ1万5000ドルで売れたよ。よし、アーノルド。アーノルド、大変だね。こちらはアーノルド。今日はなかなか激しい始まり方だったね。こんなことになってしまって本当に気の毒に思うよ。助けてくれる人を用意しておいた。ジョー博士はどんな痛みでも感じなくなる秘密の薬を持っているんだ。君の麻酔は多めの方がいいだろう。赤毛は遺伝的にそういうものだ。人間の体は膨大な数の細胞でできている。それらが相互に機能するために細胞膜にはイオンチャンネルという特殊なタンパク質がある。このイオンチャンネルは五感のアンテナのようなものだ。温かい、冷たい、匂い、味、痛みを感じることができるのもこのおかげなんだ。アーノルド、たくさんチョコレートを食べてもいいぞ。チョコレートを食べすぎると頭が痛くなることは科学的に証明されている。この薬は君にはぴったりの薬だ。君は私の与える苦痛をもう感じなくて済むのだからね。だが喜ぶのはまだ早い。痛みには感情的なものがある。そう、例えば片思いだ。こうした痛みは2015年にビットコインを売った人でも経験してる。アーノルド、元気を出せよ。痛みを感じないから個性を強調すればいいさ。例えばラッパーのリル・ウージーバードみたいにおでこにダイヤモンドをつけてもいいじゃないか。世の中には痛みを感じない人がいる。これは SCNQA 遺伝子の欠陥の結果だ。こうした人は寒さ、暑さを感じたり何かに触れる感覚はあるんだけど痛みのシグナルが伝わらない。おお、目の前で起訴されたから互いのボーイフレンドに勝負を挑むのか。言っておくが、痛みを感じないということは不死身ということではない。アーノルド、起きるんだ。いいニュースだ。君が外に出るのが怖いことは知ってるよ。でももう他の人に会わなくてもいい。エベレストの頂上にいるんだ。この山の別名はチョモランマ。地球で最も高い山だ。言い忘れていたけど、君は私に5万ドルの借金がある。これはこの山に登るためのごく平均的な費用だ。頂上で生活するには最高の装備が必要だ。でも酸素がとても薄いし、すごく寒い。アーノルド、最低でも1キロ下に降りるんだ。急げ。でもゆっくり降りるんだ。ここでは酸素の量は地上の3分の1しかない。体力を温存するんだ。酸素がなくなると時間がわからなくなってしまう。3時間で5メートルしか降りられないのは遅すぎるな。幸運なことに秒速200メートルの風が吹いてる。これを利用すればたったの3秒で8キロ飛ぶことができるよ。よかったね。ゴミの上に着地できた。登山客はたくさんのゴミを残していくので、政府はゴミ1キロあたり2ドルのお金を払っている。どうやら私の借金を返してくれるようだね。アーノルド、大きく呼吸するな。マイナス60度の気温が君の肺をカラカラにしてしまう。咳がひどくなって肋骨を折ってしまうことすらあるんだよ。すまないアーノルド、エベレストから遺体を下ろすことはできないんだ。遺体は山の高度の目印として利用される。まあ誰かの役には立てるよ。極寒の世界にいたからとっても楽しそうだね。うん、少し楽しみすぎたんじゃないの。いやあ、アーノルド、酸素不足で幻覚を見ていたようだね。誰かが火を起こしてくれたようだ。気がついてよかったけど、まだあと6キロ降りなければいけない。残念ながら家に帰る体力は残っていないようだね。でも待てよ、いい考えがある。
マルコ・シフレディの偉業を真似するんだ。彼は2001年にエベレストをスノーボードで滑り降りたんだ。アーノルド、君ならできる。